相場札幌駅前、相場札幌駅前、相場札幌駅前は、北海道札幌市中央区にある、北海道競馬の場外勝馬投票券、発売所である。札幌市内中心部では、初の地方競馬専用場外発売所として、2004年、平成16年に開設。これにより、北海道競馬の他番営競馬も札幌市内での場外発売が可能になった。 5階を一般席、6階を有料の特別フロアとしていた。2013年、平成25年3月23日より、日本中央競馬会、JRA からの委託を受け中央競馬の場外発売も開始した、JRA 場外発売時は、J プレイス、札幌駅前と故障。施設所有者との賃貸借契約終了に伴い、2015年、 平成27年3月31日をもって、すべての業務を終了し閉鎖された。その後、旧施設から東に約100メートルの場所にある北高トレードビルにおいて、2018年9月26日に、相場札幌駅前が再びオープンした。地下1階にレストランが設けられ、地下2階が有料席、地下3階が一般フロアという構成になっている。 また、北海道では、初となるキャッシュレス発売機が導入され、キャッシュレス発売用のタブレット端末も用意される。なお、旧施設で、扱いのあった、中央競馬の場外発売、J プレイスの扱いは、近接地に、ウィンズ札幌がある関係で2018年9月の、再開時点では行われていなかったが、2019年9月28日より、J プレイス、 札幌駅前として馬券発売を開始することとなった。すべての中央競馬開催日に全馬のメインレースを発売。また前日発売は GI 競争限定で行われる。北海道競馬は従前より札幌競馬場で開催、場外発売を行っていたが、札幌の都心部には長らく場外発売所がなかったため、人口集積の高い札幌での 場外発売所開説は北海道馬にとって悲願であった。札幌競馬場における同営競馬、北海道競馬の場外発売は1986年、昭和61年により赤字解消を目的として中央競馬の開催期間中も特例で場外発売を行っていたが、1989年、平成元年度末に赤字を解消。 1990年、平成2年旅は黒字が見込まれたためとクレイ措置が打ち切られる可能性もあったことから、同栄競馬を主催する北海道では1989年、平成元10月に、北海道同栄競馬協力会から紹介を受け、札幌市中央区南六条西五丁目の空き地に、民間事業者がビルを建設、そこを沈着する形で、 北海道競馬の専用場外発売所を開設する方針打ち出した。当時の北海道新聞によると、候補地の選定にあたっては1986年、昭和61年頃より40カ所の候補地をリストアップしており、当初は道が都心部に自らビルを建設し、直営で運営する方針していたが、地価が高かったことから土地取得を断念。 1987年、昭和62年には土地、建物を民間から賃借する方針に変更している。その後、札幌市白石区大谷地付近の空き地を候補地として、北海道競馬、万栄競,競馬、函館競輪が同居する場外発売所の開設構想を内部で詰めていたが、これとは別に1988年、昭和63年、札幌市とヨヒラキヨタに、 協定の場外発売所を東京の企業が建設する構造が浮上したものの、住民の反対で計画が取り下げられた。これを見た。北海道では郊外の住宅地に開設するのは無理と判断し、再び繁華街のすすきの地区に候補地を変更したとされているところが、北海道競馬を主管する北海道農政部がビルの賃借料を年間8億6千万円と試算したことに。 財政課など同庁内部からも異論の声が上がった上、当時競馬開催に関する実務を行っていた北海道競馬事務所が知事の決裁もないのに予定地を確約する文書を土地所有者に出していたことが明るみに出るなど手続きのまずさも露呈。さらに計画が明らかになると候補地周辺の住民が賛成派と反対派に2分双方が 北海道議会や札幌市議会へ陳情、請願を繰り返す事態になった。当時の北海道知事、横道高弘は当初積極的に計画を推進する姿勢だったが、一連の問題が道議会でも取り上げられるようになると慎重姿勢に転じた。場外発売所の新設にあたっては、競馬法試行例で所在する市町村、この場合は札幌市の同意が必要とされているが、 住民世論が二分されている状態で、札幌市の同意も見込めず、翌1991年、平成3年には、北海道知事選挙も控えていたことから争点になることを回避するため、計画は知事選後まで棚上げされることとなった。結局この計画は実現せず、札幌都心部での場外発売所開設は、相場札幌駅前の開設、前日まで待たねばならなかった。 札幌市内では、相場札幌駅前の開設後も2009年、平成21年6月9日より、競輪の場外発売所、サテライト札幌2階に、相場札幌中央を開設しすすきの、放水地区でも、場外発売を開始しほか、同年9月15日には、札幌市西区に、相場ことにを開設した、2012年11月21日を、もって、営業終了。 同年11月29日より万栄競馬に移管され、ことに駅前場外発売所となる。なお、札幌競馬場における、北海道競馬の場外発売は2009年、平成21年11月で終了したほか、万栄競馬の直営となった、ことに駅前場外発売所では、北海道競馬の場外発売をっていないため、当発売所が閉鎖された2015年。 平成27年4月から再開された2018年、平成30年9月までの間は、札幌市内に所在する北海道競馬の馬券を購入可能な場外発売は、相場札幌中央のみとなっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。